釧路の丹頂アリーナからお伝えしています第36回日本アイスホッケーリーグ。今日こちらからは勝ち点差2で迎えた首位の西武対2位の日本製紙クレインズの最後の直接対決をお伝えします。この放送解説には釧路アイスホッケー連盟の指導者養成委員長沢崎真嗣さんをお迎えしてお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは試合を前にここまでの順位を確認しておきます。各チーム33試合を消化しました。首位は西武、勝ち点が 48.5 です。そして勝ち点差2で2位に日本製紙クレインズ、3位に王子製紙がつけています。上位の3チームはすでにプレーオフ進出を決めています。そして4位に国土、国土は王子との勝ち点差が4となっています。また5位には日光アイスバックス、6位には札幌ポラリスという順位になっています。続いて個人ランキングを見ておきます。まずはゴールランキングです。首位に立っているのは日本製紙クレインズの三谷、26ゴールです。この三谷を追いかけるのが国土のユール、そして桑原、また西武では3位にブライト、5位に藤田がランキングしています。続いてアシストランキングです。アシストランキングのトップは日光アイスバックスのコフマン、34アシストです。そして日本製紙クレインズの竹内、国土の坂田が追い上げを見せています。西武では4位に藤田、5位にブライトが入っています。続いてポイントランキングです。こちらも日光アイスバックスのコフマンが首位です。56ポイント、4ポイント差で2位には日本製紙クレインズの三谷、また西武の藤田とブライトは3位タイ、50ポイントで追いかけています。最後にスカイエースリースターズです。トップは日光アイスバックスのコフマンです。41ポイント、また西武のブライトと王子製紙のゴールキーパー岩田が2位タイ、そして日本製紙クレインズのルーキーの伊藤正俊は5位に入って健闘を見せています。さてこの日本製紙クレインズ対西武鉄道なんですが、昨日今日と2連戦が組まれています。昨日の試合なんですが澤崎さん、はい、まあ、結果の方は6対2で日本製紙クレインズがまずは初戦を勝ったんですけれども、はい、かなり荒れた試合になりましたよね。そうですね、反則ですか、非常に多くて、最初の部分はですね、はい、いいゲームこう見てたんですが、ちょっと最後の締まりがちょっと悪くてペナルティが多かった試合でしたよね。両チーム合わせて48個の反則がありました。そして8人ゲームミスコンダクトペナルティが取られています。ただこういう試合でも勝った日本製紙クレインズの方はまずまずというところなんでしょうね。先ほどちょっと監督とも会って話す気がありまして話したんですが、はい、5対5と、はい、それからパワープレーに関しては、うまくいってるという、話をもらったんですが、ただやはり反則によってね、お客様に対してちょっと申し訳ないというようなことはコメントしてましたがね。はい、一方の西武の方なんですけれども、はい、外国人選手を中心にちょっと集中力が切れた部分もありましたけれども。そうですね、やはりそれも、パワープレーからによってですね、はい、点数取れない部分、それから入れられちゃう部分ってありましたんで、ちょっとフラストレーションがちょっと外人がちょっと溜まっちゃったりして、はい、ペナルティ多くなったような、自分たちでちょっと自滅したような部分がありましたね。はい、その辺も踏まえますと、この第2戦になりますけれども、西武にとっては絶対落とせないですよね。落とせないですよね。やはり今日はもう必ず勝たなきゃならないという、試合ですよね。いろいろと見どころはあると思うんですけれども、はい、いくつか挙げるとすればどうでしょうか。そうですね、昨日はダスティーモンが西武の方でゴールキーパー、やってたんですが、今日は菊池君ですか、はい、守って、彼も今シーズン調子いいんでね、そういった部分で今日ロースコアになるような気もするんですが、ドブソンの方も昨日はちょっと点数、2点ですかで抑えてますんで、両方ともキーパー好調なんでね、そこら辺、キーパーの頑張りをちょっと見てみたい部分がありますね。そうですよね、はい、勝ち点差が2ということで、クレインズが今日勝ちますと勝ち点並びますのでね、はい、そうですね、もうどっちにとってもはですね、大事な試合ですよね。そうですね、そしてもう一つ言いますと、プレーオフで、はい、どう考えても、そうですね、当たるカードということになりますから、はい、そういった意味でもやはり負けられないんでしょうね。注目してみたいと思います。釧路の丹頂アリーナからお伝えします日本製紙クレインズ対西武鉄道の8回戦、まもなくフェースオフです。
第1ピリオドが始まりました。日本製紙クレインズ対西武鉄道の8回戦です。右から左に攻める白いユニフォームがホームの日本製紙クレインズ、そして右から左に攻める赤と黒のユニフォームがアウェーになります西武鉄道です。リンク上は日本製紙クレインズが2つ目のライン、そして西武鉄道が1つ目のラインです。澤崎さん、はい、まあ、昨日今日と連戦になったこのカードなんですけれども、はい、セットの当て方は昨日と同じですね。そうですね、はい、19番の上野がアタッキングゾーンにパックを入れていきました。西武はクリス・ブライト、ルーキーのコン、そして上野というラインです。アタッキングゾーンに入れてここでセットチェンジが行われています。西武鉄道の方は2つ目のセットがリンク上に出ています。藤田、かばやま、そしてキャプテンの小林というラインです。一方のクレインズの方は1つ目のラインです。ダーシュ、三谷、ルーキーの伊藤、そして竹内というラインです。連戦になりました。昨日の試合では6対2で日本製紙クレインズが勝っています。ハンドパスがありました。まあ、点差は4点開いたわけなんですけれども、はい、初戦ですね、クレインズとしては6点中4点がパワープレーゴールと。そうですね、はい、やはりあのクレインズ のパワープレーまだあの好調なんでね、はい、そのやはりあのペナルティをしない方がやはりあの西武はいいんじゃないかなと思いますがね、はい、クレインズがアタッキングゾーンバックハンドでゴール前に出していきました。ルーキーの伊藤です。この一つ目がやっぱり好調ですよ ね、 すよね日本選手クレインズは、はい、ニュートラルゾーンです。ルーキーの伊藤自分で打ちました。菊池がセーブしています。新人王に向かってまっしぐら、現在19ゴール19アシストを挙げているルーキーの伊藤正俊がシュートを打っていきました。今度はセーブ、ゴール前、かばやまが詰めていましたが合わせることはできませんでした。ここで反則ペナルティです。立ち上がり1分46秒、セーブにペナルティがありました。藤田が今ペナルティボックスに入ります。インターフェアランスのペナルティです。澤崎さんが反則には注意したいとおっしゃってましたけれども、そうですね、やはりこういったあのオフェンスゾーンで そのペナルティというのは、はい、西武にとっては必要ないペナルティですから、なるべくしない方がいいと思いますね。さあそしてリンク上は5人対4人、現在6チーム中パワープレーの得点率第1位を誇る日本製紙クレインズ、試合の立ち上がりにパワープレーのチャンスを迎えています。92番の腰越、10番の山野、32番の竹内というラインです。アタッキングゾーンに入ってはいますが西武がパックはキープしています。ディフェンスはキャプテンの小林、そして2番の岸辺というペアです。昨日は6点中4点をパワープレーで決めましたこの日本製紙クレインズ。まだワンシフトしてないんですけれども、ね、動きの方はどうでしょうか。はい、西武の方の、まあ、フォアチェットですね、あのニュートラルゾーンの非常にあの高めで当たって、いいと思いますね。さあ展開したいアタッキングゾーンです。日本製紙クレインズゴール前には山野がいます。竹内からゴール前、菊池がセーブする。腰越がゴールの後ろです。合わせていきました山野、しかしゴールの左わずかに外れています。まだアタッキングゾーンです。パワープレーは残り時間1分となりました。第1ピリオドの立ち上がりに日本製紙クレインズがパワープレーのチャンスを迎えています。ブライト、なんとか西武は時間を稼ぎたいところです。つないで岸辺、合わせていくか。竹内がいいところにポジショニングしていましたがレシーブできませんでした。もう一発シュート、これはゴールの右です。岸辺が打っていきました。クレインズのパワープレー残り35秒です。アタッキングゾーンで展開します。さあ竹内、ここはまだアタッキングゾーン。さあつないで小林シュート、菊池がセーブします。なんとか守りました日本製紙クレインズのパワープレーのチャンス。何度かチャンスはありますよね。そうですね、まあ、形がね結構いい部分作ってますよね、はい、クレインズですね。今の小林もゴール前、そうですね、ちょっと考えすぎましたかね、ちょっとあそこら辺やはりちょっとディフェンスなんで、はい、あそこがもしファードでしたらね。ここで藤田が戻りました。リンク上は5人対5人です。シュート、強烈なシュート、ディックが打っていきます。もう一発伊藤健吾、伊藤健吾は現在4試合連続のゴールを決めています。一方のディックは前の試合2ゴール2アシスト、ゴール前
西武がチャンスになるか。ここでなんとかクリア。さあ今度はクレインズのチャンス。石黒オフサイド。ルーキーの伊藤の方がちょっと早かったですか。そうですね、ちょっと早かったですね。リンク上上がっていったのは石黒、逆サイドルーキーの伊藤も上がっていましたがオフサイドは取られています。2対1のチャンスでしたけれどもね。そうですね、両方とも攻守の切り替えが早いですね。ディフェンディングゾーンからアタッキングゾーンに入るまでが早いですよね、はい、ですね。面白い試合ですね。だから逆にチャンスだと思っていたら、はい、一転してピンチになるわけですから、です、ね、やってる方は本当大変だと思うんですが、はい、澤崎さん、立ち上がりから両チーム足動いてますもん ね。現在首位に立っている西武、そして勝ち点わずか2で、わずか2で追いかけている2位の日本製紙クレインズです。リンク上はクレインズの方が笹谷、中村達也、そして辻というラインが出ています。西武鉄道の方は石岡、矢部野、そして小野というラインです。西武がアタッキングゾーンです。51番の山崎打ちました。これは選手に当たって跳ね返っている。さあ追い越えていく笹谷が行きます。アタッキングゾーン、笹谷が自分で打ちました。リバウンド中村達也が持っています。ここはスティックを出して菊池がなんとかクリアしようかというところ戻されています。今の笹谷のシュートいかがでしたか。そうですね、ちょっと角度はなかったんですけども、まあ仕方ないでしょうね。角度なくてもシュート打った方がリバウンド出てきますんでね、はい、笹谷は昨シーズンはスウェーデンに1年間留学していました。東洋大学出身の選手です。背番号77番は石黒勇です。日本製紙クレインズの方は澤崎さん、昨日の試合で原武がゲームミスコンダクトペナルティ、はい、累積で今日出場停止なんですよね。そうですね、やはり彼の守備力はありますんでね、はい、ちょっとクレインズにしてみればちょっとまあマイナスかなと思いますよね、はい、ここで反則がありました。今度は日本製紙クレインズにペナルティです。第1ピリオド7分38秒、日本製紙クレインズはスラッシングのペナルティがありました。92番の腰越が今ペナルティボックスに入ります。リンク上は西武鉄道が今日1回目のパワープレーチャンスを迎えます。ブライト、ルーキーのコン、そして上野というラインです。ディフェンスは28番の大川、そして33番の大久保、この5人です。フェースオフはブライトに代わってコンです。コンと三谷シュートを打っていきました。大川、クレインズはクリアしようかというところ、三谷あっと顔を押さえました。今の上野のプレー、三谷に対してペナルティが取られたようです。三谷が顔のあたりを押さえてましたね。そうですね、今もやはりスラッシングですよね。パワープレーのチャンスを迎えていた西武なんですがペナルティがありました。今フェンス際なんですがね、三谷口元のあたりでしょうか、抑えて今ベンチに戻ります。そして上野がペナルティーボックスに入りました。第1ピリオド7分51秒です。西武にとってはパワープレーのチャンスなんとか生かしたいところでしたけれども、両チーム1名ずつペナルティーボックスに入っています。リンク上は4人対4人の攻防です。クレインズがパックをキープしています。アタッキングゾーンに入れていきました。ともに1名ずつ変えて4人対4人です。クレインズがアタッキングゾーン、石黒、西武が取り返しています。西武鉄道対日本製紙クレインズ2連戦となっています。昨日と今日
初戦は日本製紙クレインズが6対2で西武を下しました。打っていきました。ドプソンがキャッチしています。まあ、両チームの監督に試合前にお話を伺ったんですけれども、はい、日本製紙クレインズの澤崎監督は今日はいろんな意味でテーマを我慢ということにしたと。なるほどね。まあ、前の試合でかなり荒れたので、はい、まあ、挑発もあるでしょうし、いろんな問題があるけれども、はい、とにかく試合に集中すること、はい、我慢することというのを挙げました。あ、なるほどね、はい、全くその通りだと思いますね。はい、一方の西武鉄道の相澤監督なんですけれども、初戦落としただけに何としても今日は勝ちたいと、はい、特にパワープレーに気をつけて、はい、日本製紙クレインズのパワープレーに気をつけて、何としても勝ちたいということを、それだけ言ってましたね。なるほど。さあ、チャンスになるかクレインズ。三谷には当たりませんでした。岸部、4人対4人はあと35秒あります。先に日本製紙クレインズの腰越えのペナルティが解けて、その後10秒足らずで上野のペナルティも解けます。ダーシュ三谷から岸部、岸部が自分でアタッキングゾーンに入って、伊藤健吾にはつながりません。両チーム33試合を終えています。日本製紙クレインズが22勝11敗、勝ち点が 46.5 で第2位です。日本製紙クレインズ現在4連勝中。佐藤雅史ゴールの後ろ、ここで腰越えが戻りました。リンク上は5人対4人、しかし間もなく上野のペナルティも解けます。ここで西武のペナルティも解けました。リンク上は5人対5人に戻っています。一方の西武鉄道の方は33試合を終えて24勝9敗、勝ち点 48.5 で現在首位に立っています。まあ、西武の方も前の試合クレインズに敗れるまでは4連勝を挙げていたんですけれども、その連勝記録、日本製紙クレインズに敗られています。ニュートラルゾーンです。西武が取ってブライト、前の試合2ゴールを挙げているブライトからオフサイドです。長いパスがつながったかに思ったんですが、オフサイドが取られています。14番の小野豊も釧路出身の選手、10年目の27歳です。まあ、この選手ももう中堅からベテランと言われるところに入ってきましたよね。まあ、釧路出身なので澤崎さんもよくご存知だと思うんですけれども、そうですね、彼も非常にですね、攻撃ですかいいもの持ってるんでね、はい、今日の試合でも活躍してもらいたいですけどね。そうですね、はい。フェースオフは西武に出ています。おっと、ここでクレインズが取り返す。シュート、辻、辻のシュートは松浦に当たっています。そしてパックは菊池がキャッチしています。今のシーンなんですが、西武の方にちょっといかがでしたか、佐々木さん。そうですね、やはり守備のちょっと乱れっていうんですか、はい、そういった部分で一人クロスされた時の対処がちょっと西武の方の守りが悪いですよね。はい、西武鉄道がディフェンディングゾーンでパックをキープしています。ただチェック早いんですよね、クレインズの方の、ね、足が動いてますよね。はい、ここでまた反則です。ペナルティがありました。日本製紙クレインズにペナルティです。インターフェアランスです。今日も澤崎さん、ペナルティ多いですよね。そうですね、今もちょっとペナルティ捉えたんですが、ディフェンスの岸部君なんですが、はい、あそこの前までこう詰めてくるということがやはりクレインズ足動いている証拠なんですよ。そういった部分ではいいんですけども、やはりねペナルティしないような守り方をしなければいけませんね。岸部がペナルティで、リンク上は5人対4人、西武のパワープレーチャンスです。さあ、小堀打っていきます。藤田、かばやま、小林というラインです。ディフェンスは小堀と山崎、この5人です。先ほどはパワープレーのチャンスありましたが、すぐに反則があってそのチャンスを潰してしまいました西武。さあ、このパワープレーはうまく生かすことができるんでしょうか。あった、またこれで反則だ。西武にペナルティ。今の小堀がインターフェアランスです。三谷に対してですね。そうですね、
またセーブは先ほどもパワープレー始まって10秒ぐらいで反則があったんですけども、やはりですね、セーブもクレーンズもレフェリーをもうちょっとこう研究中見ながら、あのぐらいは取られるぞという覚悟をしないといけませんよね。昨日も同じレフェリーなんですけれども、両チーム合わせて48個の反則がありました。その辺踏まえて両チームもちろん、ね、注意はしてるんでしょうけれども、やっぱり試合になると、ねね、変わってきますけれどもね、ただどちらにとってももったいないですから ね、 ですよね。チャンスを潰してしまうことになります、はい、第1ピリオド間もなく12分が経過するところ、両チームまだ得点はありません。佐藤正志が行きます。スピードのある佐藤正志。クレインズがアタッキングゾーンです。リンク上は4人対4人の攻防です。この4人対4人っていうのは、スペース広く使いますけれども、はい、どういうところ注意するべきでしょうか、ね、そうですね、4人対4人っていうのはですね、攻撃の部分では非常にチャンスも多いんですが、はい、攻めたら逆に3対2、2対1取られちゃう部分なんで、はい、よほど気をつけないとならないですね。今のシュートは大川、ドプソンがキャッチしています。この大川も非常に得点力のあるディフェンスです。11月17日のアイスバックス戦ではハットトリックを達成しました。今シーズンはリーグ通算100アシストも達成しています。4人対4人は残り40秒です。まず最初にクレインズの岸辺がリンク上に戻って、その後西武の方が30秒ほどでしょうか、小堀が戻ることになります。藤田がキープしています。ゴールの後ろ、そして山崎につないでいきました。山崎がスピードに乗ってアタッキングゾーンに入って伏見からつないでいきます。藤田ニュートラルゾーンに戻されます。ここでクレインズの岸辺がペナルティーボックスから出てきました。リンク上は5人対4人、25秒ほどでしょうか、日本製紙クレインズのパワープレーです。ルーキーの伊藤、そして三谷がいます。アタッキングゾーンに入れたところで間もなく西武のペナルティも解けます。クリアしました西武。小堀のペナルティが解けました。リンク上は5人対5人です。沢崎さん、まだ石岡にパックが出て、さあどうする、1人かわしてシュート、逆サイドに矢部野がいましたけれども合わせられませんでした。もう一度石岡です。ゴールの後ろ、石岡と三谷、そして小野、アタッキングゾーンで展開しています西武。まだ西武がアタッキングゾーンです。小野がキープして石岡にはつながりません。パックに対するハイスティックが取られました。背番号20番のダーシュ三谷、現在ゴールランキングがトップ、そしてポイントランキングでも2位につけています。33回リーグでは得点王に輝いた三谷、今シーズンも得点王に向かってまっしぐらというところです。ここまで26ゴール26アシスト、チームを引っ張る主力の選手となっています。打っていきました大久保、リバウンドは、リバウンド打つコンが打ちました。そしてもう一度コン、ルーキーのコンです。ゴールの後ろ、そして上野、もう一度コン、ここで反則です。ディックにペナルティがありました。今のコンに対してですね、あ、フッキングのペナルティ。第1ピリオド14分30秒です。ディックがフッキングのペナルティ。リンク上は5人対4人、西武の、あ、アンスポーツマンライクコンダクトも取られましたね。取られますよね。最後にですね、不服であのパックをちょっと叩きましたよね、そういった部分捉えたんでしょうね。
ははー、今日のレフリーは笹島さんです。日本製紙クレーンズ対西武鉄道2連戦になっていますが、初戦でも48個の反則がありました。このカード、そしてこの試合もペナルティが多くなっています。ディックミスコンですね。ミスコンダクトペナルティで12分間の退場、これはクレーンズにとっては痛いですよね。痛いですよね。特に原武君もいないですし、ディフェンスがね、やはりこう守備する人がいなくなるんで。まだ第一ピリオドですから、クレーンズにとっては痛いゲームとなりそうです。今日はそれでなくても主力の34番原武が累積警告で出場停止となっています。そしてこの第1ピリオド14分を経過したところで、ディフェンスの要と言ってもいいでしょう、ディックがミスコンダクトペナルティ、12分間の退場です。リンク上は5人対4人、西武のパワープレーチャンスです。逆に澤崎さん、西武はこのチャンスに点取っとかないと痛いですよね。西武はですね、今やってもらいたいことはディフェンスからのシュートをやってもらいたいんですね、数多く。その中で少ないチャンスをリバウンドなり角度を変えるということが一番いいと思いますがね、はい、ニュートラルゾーンまで戻されています。パックを入れてリンク上、赤いユニフォーム西武が5人です。日本製紙クレーンズが4人で守っています。両チームまだ得点はありません。小堀がキープして山崎、西武がちょっとらしくないんですよ。今度は腰越えがチャンスになる。シュートは打てませんでした。藤田がよくついていました。西武のパワープレーちょっとらしくないですよね。そうですね。現在6チーム中パワープレーの得点率は2位につけている西武鉄道。ここでまた反則がありました。反則多いですね。ホールディングです。クレインズの22番キャプテンの小林がホールディングのペナルティ。これでクレインズのペナルティボックスは3名の選手、しかもディフェンスが2人入ってますよ ね。ディックに小林ですよね。ちょっと要がだんだんいなくなりますよね。ちょっと厳しい試合を強いられることになりました。日本製紙クレーンの澤崎監督、首位の西武との勝ち点差はわずかに2です。日本製紙クレーンズ、今日の試合に勝てば勝ち点で並ぶことになります。非常に重要な一戦を迎えています。西武の方は圧倒的なチャンス、5人対3人です。あと20秒ほどあります。この大きなチャンスを生かしたい西武、しかしなかなかアタッキングゾーンに入っても形にならない。さあ大川、大川シュート、ゴールの左です。もう時間がなくなっています。ほとんどありません。戻されました。ここで日本選手クレインズのペナルティーボックスから1人選手が戻りました。樺山バックハンドで打つ、ゴールの右上。なおもパワープレーが続いています。西武鉄道、こういうちょっとしたミスが多いんですよ ね。今みたいにパスがうまくつながらないというか。大川シュート、ドプソンが思い切って前に出て止めました。さあ西武がパワープレー、残り1分あります。なんとかこのチャンス先制点を挙げたい西武。樺山ブライト、さあゴール前には藤田、そして小林がいます。藤田も合わせられない。まだチャンスは続いています。よく抑えました山野。体を使ってセーブ。今の痛いんですけどよく頑張りました ね。やはり闘志が現れてますよね。残り時間30秒です。西武鉄道のパワープレーチャンス。クレインズが時間を稼ぎます。パックを戻しました。今の西武何度かチャンスありましたけれども、そうですね、シュートはしてんですけどもね、そのリバウンドがクレインズの方に出てる状況ですよね、はい、山崎がスピードに乗ってシュート、ドプソン、おっとこぼしている。リバウンドは打てない。
そして残り時間もパワープレー時間がありません。ここで小林が戻りました。リンク上は5人対5人。そして石岡の打ったシュートはゴールの右上。第1ピリオド残り時間2分を切っています。両チームまだ得点はありません。今度はクレインズがアタッキングゾーン。小林からセンタリング選手がいませんでした。シュート、ドプソンがセーブ。こぼれたところクレインズが処理します。石黒から左に振って竹内、そして三谷。石黒が打ちました。パックはまだゴールの後ろ。いや、同じように両チームチャンスありましたね。澤崎さん、薮野から取り返していますクレインズ。さあ長いパスが渡ったルーキーの伊藤、バックハンド、菊池が抑えている。よく抑えました。ここでまた反則ですね。今のルーキーの伊藤、ゴールキーパーの菊池と1対1、バックハンドで打っていきましたね。そうですね、惜しかったですけどもね。一発打った後またそのリバウンドを自分で押し込もうという気迫も見せましたけれども、はい、キーパーの菊池の方が頑張りました。そして蒲山がペナルティーボックスに入っています。今のでも蒲山のペナルティーはもう仕方ないなという感じですね。仕方ないですね。2回ぐらいこうリバウンド叩いてんで、あの場合はもうやむを得ないディフェンスゾーンの反則ってことでしょうね。ただ澤崎さん、残り時間があと1分7秒ですか、第1ピリオド。そうですね、日本製紙クレインズ、この時間帯のパワープレーはもう両方とも大事ですよね、はい、1点入れるかそれとも守るかということで、この1分というのは非常に大事ですよね。やっぱり0対0で第2ピリオドを迎えるのと、そうですね、1点差で迎えるのは大きいですよね、気持ち的にも、はい、リンク上はクレインズが5人、西武が4人、パワープレーチャンスを迎えています。日本製紙クレインズ、現在6チーム中パワープレーの得点率第1位。前の試合でも6点中4点をパワープレーゴールで決めました。三谷、石黒、そしてルーキーの伊藤、小林と伊藤健吾、この5人です。ただいまの反則、西武鉄道背番号47番、ルーキーの伊藤がこの位置で守っていました。そして今アタッキングゾーンにパックを入れていきます。残り時間1分を切りました。第1ピリオド、クレインズのパワープレーチャンス。さあこの終盤得点に絡むことができるか。三谷、現在ゴールランキングトップの三谷です。そしてルーキーの伊藤、このルーキーの伊藤は現在3試合連続のゴールを決めています。伊藤健吾シュート、リバウンドはノーゴール、ノーゴールです。ノーゴール、レフリーのホイッスルの後にパックがネットに突き刺さりました。ゴールキーパーの菊池、今日が先発マスクは32試合目となりました。4年目の26歳。過去3年間はダスティの陰に隠れて出場したのはわずか1試合でした、この菊池。しかし今シーズンは西武の守護神としてダスティの穴を埋めて余りある活躍を見せています。さあクレインズのパワープレーですが戻されています。第1ピリオド残り時間はあと20秒。もうワンチャンス作りたい日本製紙クレインズ。伊藤健吾アタッキングゾーンに入れました。今ニュートラルゾーンに戻されています。あと10秒、ちょっと時間がないか。西武がなんとか守る、なんとかしのぐ西武。ブライトが強烈なシュートを打ちましたがゴールの右。ここでブザーです。第1ピリオドが終了しました。終盤日本製紙クレインズにパワープレーのチャンスがありましたが得点にはなりませんでした。第1ピリオドが終わって両チーム無得点、0対0です。第2ピリオドは日本製紙クレインズのパワープレーで始まりました。残り50秒あります。ダーシュ、三谷、石黒、ルーキーの伊藤雅俊、ディフェンスは岸部と伊藤健吾、この5人です。まあ、この立ち上がりのパワープレーっていうのはまあ足の動きともあると思うんですけれども、そうですね、時間もちょっと1分
ちょっとしかないんでね、はい、さあ西武がチャンスになる。小林がシュート、リバウンドをブライト、打てませんでした。ショートハンドの西武鉄道がアタッキングゾーンに攻め込んでいきました。残り時間は20秒です。まだ両チーム得点はありません。0対0の攻防が続いています。日本製紙クレーンズ対西武鉄道、首位の西武と2位のクレーンズの直接対決、最後の直接対決です。もう時間がなくなってきました。ここで樺山のペナルティが解けました。リンク上は5人対5人です。5人に戻った西武、上野がキープしたアタッキングゾーンに入れていきました。澤崎さん、はい、第1ピリオドはまあ0対0だったんですけども、内容だけを考えるとどうですか。クレーンズのシュート打っていきます。西武、最初ですね、はい、まあ、クレーンズの方がこう若干有利だったんですが、はい、後半のパワープレーをきっかけにしてですね、スコアリングチャンスもほぼ同じになりましたので、はい、両方とも同じぐらいに力ありますよね。今ね、小野ゴール前切り込んでいきましたが、ドプソンが西武、大川アタッキングゾーンです。西武ここもカットします。ルーキーの大沢、23番のルーキーの大沢が自分でアタッキングゾーン、ゴール前飯塚がいましたが合わせられませんでした。飯塚には小野がついていました。さあその小野アタッキングゾーン、スティックが飛んでいます。ここでホイッスルですね。ゴールが動きましたね。そうですね、腰越が倒れていました。ゴールが動いてホイッスルです。背番号92番の腰越、11年目の29歳です。ここまで7ゴール19アシストを挙げています。両チームセットが変わりました。クレインズの方は石黒、そして佐藤正和、佐藤正史というラインです。西武の方は石岡、矢部野、そして小野というラインです。佐藤正史スピードがあります。アタッキングゾーンに入っていきます。しかし西武は取り返している。ディフェンディングゾーンから攻め上がっていきます西武。佐藤正和キープしています。そして石黒自分で打った、ゴールが決まりました。石黒が大きなガッツポーズ。日本製紙クレインズ第2ピリオドの立ち上がりに先制点を決めています。決めたのは石黒、2試合ぶりのゴール、これが今シーズン6ゴール目になりました。ようやく先制点、日本選手ですね。本人もまさか入るわけないっていうのはシュートなんですけども、はい、やはり打たなきゃ何が起こるか分かりませんからね。今のだったら、まあ、とりあえず打ってリバウンドが出れば、はい、他の選手が打ってくれるんじゃないか、ね、ということもあったんでしょうけれども、はい、ゴールは石黒史郎、アシストは佐藤正和、佐藤正史、ダブルアシストがついています。日本製紙クレインズはこの試合第2ピリオドに先制点を決めています。24番の飯塚から山野、山野が打っていきます。菊池が抑えています。ずっと均衡が続いていたので、この1点でかなり流れは変わってくるとは思うんですけれども、そしてまたちょっとエキサイトしているでしょうか。西武のゴールキーパーは菊池直也、39番です。4年目の26歳、まあ、この菊池に対して澤崎監督なんですけれども、日本のゴールキーパーの中では3本の指に入ると思う、そうですね、無駄な動きがなくて非常に安定していると話していました、はい、で性格も穏やかなので、まあ、ダスティと非常に好対照だよなと。そうですね、左右されないでしょうね。まあ、どちらかというとダスティはこうカッカするタイプでもありますので、はい、まあ、プレーも動きやすいですよ ね、 そうですね。一方の菊池はこうどっしりしていて、はい、性格的にも非常に穏やかだと、はい、波がないということでしょうね、うん、そのあたりやっぱりキーパーに向いていると言ってるんでしょうかね。はい、菊池が抑えています。
日本製紙クレインズがアタッキングゾーン、パックの奪い合いです。山野からつないで伊藤健真のシュート、ゴールの右上、強烈なシュートを放っていきました。現在4試合連続ゴールを決めている伊藤健吾です。あの辺はもうよどみなく打っていきます ね、迷いなくというか、今も狙ったシュートですもんね。あの本人はそのディックと比べるとシュートにスピードがないというか力がないので、なるだけそのコースを狙わないで低めに打ってリバウンドが出ればいいというふうに話しているんですが、今のは狙っていきましたね。狙ってましたよね。昨日のあの肩口も狙ってましたよね。あの昨日の先制というのは本当に相澤監督、西武の相澤監督が本当あれはもうおめでとうございますというしかないようなシュートだったと話していました。今度は藤田、西武。第2ピリオドの立ち上がりに日本製紙クレインズが石黒史郎のゴールで1点を先制しています。首位の西武、2位で追いかける日本製紙クレインズ、今シーズン最後の直接対決となっています。まあ、この直接対決ということで両チームに聞いてみたんですけれども、はい、澤崎監督の方は残り7試合のうちの1試合に過ぎないと、1試合1試合目の前の試合を戦っていきたいと話していまして、一方の西武の方なんですけれども、まあ、このカードが最後の試合ということで、プレーオフを見据えるといい勝ち方をしたいんだと。あ、なるほどですね。この2連戦で連敗してしまうと、かなりプレーオフで苦手意識が出てしまう。それはありますよね。はい、そういった意味の、まあ、首位走ってるチームですから、はい、プレーオフを想定した、ね、ことを考えると思うんですよね。ゴール前でチャンスを作っていきますクレインズ。竹内がゴール前にいましたがゴールにはなりません。伊藤健吾、そして石黒、今日先制ゴールを決めている石黒です。石黒が回り込んでシュート、菊池がセーブ、まだチャンスがある。石黒がいい動きを見せています。そして竹内、菊池がセーブしています。クレインズが勢い出てきましたね。出てきましたね。1点先制してリズムがつかめてきたんでしょうかクレインズ。岸辺から伊藤健吾、つないでいきます。佐藤正和、アタッキングゾーンに入れました。西武は薮野、石岡、小野というラインが出ています。10番の山野、岸辺に渡った、岸辺がシュート、これはゴールの左。そして腰越え、さあ今度は飯塚、つないでシュート、リバウンド、打った！ 2 試合連続のゴール、24番の飯塚が決めましたが、これはノーゴールでしょうか。ランプついてないですね。ランプはついてないですけど、確かにゴールの中にはパック入りましたよね。入りましたよね。最後ゴール前飯塚が決めたんですけれども、これはどうしたでしょうかね。ランプはつかないんですね。そして今笹島さんがノーゴールというアクションですね。澤崎さん、どういったことなんでしょうかね。こちらはクレインズのベンチ、澤崎監督、飯塚が決めていれば2試合連続の嬉しいゴールだったんですが、ちょっとあのクレンズの方 の、 あの入れた方もあの反応がちょっと遅かったですよね。でもね、あの菊池の後ろ側にちょっと転がっていたような感じになりましたよね。この飯塚、前の試合でゴールを決めています。ノーゴールで試合は再開されました。まあ、レフリーの指示なんで仕方がないんでしょうけれども、第2ピリオド6分が経過しています。先ほどのゴールはノーゴールということで1対0、日本選手クレインズ1点リード変わりません。
日本製紙クレインズの方は2つ目のセット、西武鉄道の方は1つ目のセットがリンク上に出ています。フェースオフはクリス・ブライトと腰越です。ドプソンがクリアしています。1点を追いかける展開になりました西武。クレインズがアタッキングゾーンです。腰越から山野がキープしています。そしてルーキーの大沢、ゴールの後ろ飯塚です。白いユニフォームが5人アタッキングゾーン。ゴール裏でパックの奪い合いです。さあシュート、飯塚が打ったんですがこぼれたところちょうど西武の選手がいました。パックを戻しています。クレインズのああいうゴールの周りでの粘りというのはどうでしょうか。そうですね、チャンスが出てきましたね、オフェンスゾーンでですね、はい、ダーシュからつないでルーキーの伊藤、シュートは打てませんでした。今度は西武です。樺山、角度のないところから打ちました。西武の攻撃というのはどうでしょうか、昨日の試合そして今日の試合。ちょっと攻撃の方がですね、薄いっていうか、はい、今のところはそういうチャンスらしいことはないですね。さあ今度はチャンスになるか、小林打った、決まった、キャプテンの小林が決めました。西武鉄道同点に追いついています。第2ピリオド7分46秒です。小林が2試合ぶりのゴール、同点に追いつきました。今のゴールはまあ小林の個人的でいいですよ ね、 ですね、大きいですね。スピードもありましたしね、はい、うまいタイミングでキーパーをかわしてシュートしましたよね。アシストは藤田、樺山とダブルアシストです。小林のゴールは今シーズンこれが13ゴール目、今年からキャプテンマークをつけています。チームを引っ張っています小林、非常に練習熱心で監督もキャプテンとしてふさわしいと話しています。西武鉄道背番号22番小林、アシスト背番号40番藤田。第2ピリオドになって日本製紙クレインズが立ち上がりに1点を先制したんですが、西武も同点に追いついています。現在1対1です。西武がディフェンディングゾーン、松浦がパックをキープしています。ニュートラルゾーンです。西武がアタッキングゾーンに入っています。左のコーナー、パックの奪い合いです。石岡がキープしてニュートラルゾーン、そしてアタッキングゾーンに入れていきました。まあ、この石岡もかつては日本製紙クレインズでプレーしていたんですが、ここで反則がありました。西武にペナルティーです。3番の伏見が今ペナルティーボックスに入りました。フェンス際、この放送席からちょっと見づらい位置にあったんですけれども、ラフィングのペナルティーが取られています。同点に追いついた西武にペナルティーがありました。ここから2分間は日本製紙クレインズのパワープレーチャンスになります。こちらは澤崎監督、勝ち点2点差を追って首位の西武との直接対決、ホームで迎えています日本製紙クレインズです。クレインズの5人は三谷、伊藤、竹内、そしてディックが戻ってますね。戻ってますね。先ほどミスコンダクトペナルティで12分間の退場を課せられていました、はい、ディックが戻っています。ディックと伊藤健吾がディフェンスのペア、ゴール前三谷が滑り込んでいきましたが合わせられませんでした。クレインズがセットします。伊藤健吾のシュート、菊池がセーブ、浮かび上がったパックを左手で掴んでいます。ゴールキーパーの菊池、打ったのはこの伊藤健吾。今シーズンはとにかくシュートをどんどん打とうと決めたと話していましたこの伊藤健吾です。フォワードも顔負けのポイントを稼いでいます。昨シーズンはリーグのベスト6にも選ばれました。
アタッキングゾーンで展開しています日本製紙クレインズ、ルーキーの伊藤です。そして三谷、形を作ります。伊藤からシュートっていった石黒、さあまだあるチャンス、シュート、伊藤健吾のシュートはゴールの右。今の攻めは伊藤雅俊、そして石黒史郎、最後は伊藤健吾でしたね。そうですね、あの攻撃する前にあのパックの回し方ですか、非常に速くてあの正確ですよね。こちらが伊藤健吾です。本当にこの選手は新人の頃から澤崎監督がずっとレギュラーで使っていて、花のあるプレーヤーですよね。そうですね、パワープレーの残り時間はあと1分5秒です。同点に追いつかれました日本製紙クレインズはパワープレーのチャンスでなんとかまた突き放したいところです。ディフェンディングゾーンまで戻されています。ディックは前の試合2ゴール2アシストの活躍を見せています。さあまた伊藤健吾だ、振り向いて合わせていった、三谷が決めました。現在ゴールランキングトップの三谷、日本製紙クレインズパワープレーゴールが決まりました。6チーム中第1位のパワープレー得点率、前の試合でも4点をパワープレーで挙げたこの日本製紙クレインズ、今日もしっかりとチャンスを生かしてきました。決めたのは三谷です。いいとこにポジショニングしてましたよね。そうですね、あのいいポジションしますし、から伊藤健吾の持ってきた時とから石黒史郎のアシストですよね、振り刻まにあのなんていうかパスを出したって感じでよく見てましたよね。ゴールは三谷、アシストは石黒と伊藤健吾です。日本製紙クレインズはパワープレーになるとあの竹内のところに石黒史郎を入れるんですけれども、まあ、三谷はその石黒の活躍について彼は非常に頭のいいプレーヤーで、フェンス際にも強いし、流れたパックを取り戻すのが得意なの で、ね、はい、彼の力っていうのはすごく大きいと話していたんですが、今のプレー見ても本当そうですよ ね。先ほどあの伊藤雅俊から石黒につないで伊藤健吾というのもありましたけれども、はい、今日は石黒史郎が効いてますよね。そうですね、日本製紙クレインズが1点のリード、第2ピリオド10分30秒を経過しています。リンク上はクレインズが2つ目のセット、若干ライン変えてます。センターフォワードに石黒、両ウィングに14番の佐藤正史、佐藤正和、こういうラインを組んでいます。西武はニュートラルゾーン、そしてアタッキングゾーンに入っていきました。さあチャンスになるか、ゴール前ドプソンがよくスティック出しましたね。そうですね、やはりあのタイミングとか絶妙ですね今のね。落ち着いていましたドプソン。そしてクレインズ、佐藤正和から正志へリバウンド、もう一発打った。さあまだチャンスはある、小林のシュート、次から次へとシュートを打っていきました日本製紙クレインズ。お兄さんから弟につないでその後も石黒が打っていきました。そして最後小林でしたね。そうですね、キャプテンの小林もゴール前で積極的に狙っていきました。さあこのパックはルーキーの伊藤、自分で打ちます。そしてこの打っていったのは竹内。西武の守りちょっとどうでしょうか、乱れてきてますか。乱れてますね、かき回されてるような感じですよね、はい、もう一度クレインズがアタッキングゾーンに入れていきます。早いですねクレインズね。そうなんですね、パック奪うのにね、あのパックに対して先手先手言ってますよ ね、 そうですね、クレインズの方が言ってますね。第2ピリオド12分を経過しています。ああここまたペナルティーです。今の三谷のペナルティー、また反則があったか。レフリーは笹島さん、最初はあのゴールのちょっと後ろの三谷のプレーだったと思うんですが、そして西武の方も一人選手が挙げられます。
三谷と小堀ですか。三谷はハイスティック、そして小堀はアンスポーツマンライクコンダクトですね。そうですね、せっかくねペナルティこう、まあ、取ってもらったんですから、それに乗って返しちゃうと結局何の意味もないっていうことになりますから、西武はここを頑張らなきゃ、抑えなきゃ忍耐ですよね。それこそ沢崎監督の方が今日は我慢をテーマにとおっしゃってましたが、それ両チームに言えることになりますよ ね、 すからね。このカード前の試合7回戦では48個の反則がありました。8人の選手にゲームミスコンダクトペナルティが取られています。沢崎さんも48個も反則が取られた試合というのは、初めてですから ね、 ね、経験ないとおっしゃってましたけれども、今日の試合も反則は多くなっています。首位の西武対2位の日本製紙クレインズ、8回戦を迎えています。樺山、後ろから藤田、佐藤正史がスピードに乗って上がっていきます。シュート、菊池が体でセーブしています。リンク上は4人対4人の攻防です。1点追いかけているのが西武鉄道、首位の西武が1点追いかけています。クレインズが腰越え、そしてディック、ディックのシュート、菊池がセーブしています。前の試合4ポイントを挙げているディック、また打っていきました。ディックです、まあ、ディックは前の試合で戻ってきたんですけれども、その前ですね、6試合ほどずっとカナダの方に戻っていました。奥さんの出産に立ち会っていたということなんですけれども、ね、まあ、その彼は自分が休んでいる間にも選手が非常に頑張ってよくやってくれていたので、戻ってきたらとにかく結果を出したかったと話していたんですけれども、戻ってきていきなり4ポイントですからね。ちょっと聞いたら、スケート持って向こうで練習やってたらそうですね。その辺はコンディションが落ちないようにということですよね。4人対4人はあと25秒です。ブライト激しくぶつかります。あと10秒でクレインズは三谷、西武の方は小堀がリンク上に戻ります。ここで両チーム1名ずつ戻りました。クレインズがニュートラルゾーン、西武が取り返しました。18番の石岡シュート、ドプソンがキャッチしています。そしてゴール前でキャプテンの小林と18番の石岡、この18番の石岡はかつては日本製紙クレインズでプレーしていました。日本リーグには5シーズンぶりに帰ってきました。まあ、彼の加入というのは西武にとってどうなんでしょうか。やはり首位こう走ってるということで、やっぱりこう攻撃っていうか厚みになったんじゃないですかね。そうですよね。今ちょっと風邪をひいて体調を崩しているということなんですが、ただ12月8日の王子戦では4得点を挙げている。なるほどね、1試合で4得点ですからね。攻撃っていうかね、そういうセンスあるんでね。はい、フェースオフは矢部野と石黒志郎です。西武がアタッキングゾーンです。ここでフェースオフ変えられました。佐藤正勝です。ゴールの後ろ、今シーズンはここまで、ドプソン倒れているか大丈夫でしょうか。また反則だ、またペナルティが取られました。クロスチェッキングのペナルティです。そして今ゴールの横で選手が熱くなります。まだ第2ピリオド14分48秒です。こういう前の試合もそうなんですけど、火種があるといつこうバッと燃え上がるかわからないので、
嫌な予感がするんですけど、澤崎さん、大丈夫でしょうかね。レフリーも一回ちょっとホイッスル思い切ってピーッとこう吹いて離せばいいんですけどね。日本製紙クレーンズの77番石黒勇がペナルティーボックスです。クロスチェッキングのペナルティーが取られました。リンク上は5人対4人、西武のパワープレーです。現在1点ビハインドの西武がパワープレーチャンスを迎えています。藤田、かばやま、そしてキャプテンの小林、ディフェンスは山崎と小堀、この5人です。西武はこのパワープレーで追いつきたいところです。前澤監督は今はちょっとブライトの調子を崩しているんで、やっぱりこの2つ目のセット、藤田、かばやま、そして小林のラインに頑張ってほしいということを話していました、ね。藤田、そして小林、小林は今日1ゴール決めています。合わせていく、藤田が合わせていきましたがゴールにはなりません。チャンスがありましたが西武得点にはなりませんでした。そして77番のブライト、チームの大黒柱です。ちょっとコンディションを崩しているということですけれども、まあ、ブライトが頑張らないと西武は、ね、そうですね、時にはまあ、きっかけというか、はい、まあ、こういろんなムードを変えるためにもスペシャルなんか組んでもいいと思うんですがね、はい、例えばブライトを例えば2つ目のところに入れるとかね、まあ、パワープレーだけですけどね、はい、そういったきっかけを作るためにも。残り時間はパワープレー1分です。現在6チーム中パワープレーの得点率を2位に誇る西武鉄道です。大川自分で打ちました。ドプソンがセーブしています。そして石岡、上野につないでいきます。形を作りたいところですがミスがありました。パック戻されています。パワープレーの残り時間は35秒です。フェンス際、石岡と伊藤健吾、クリス・ブライトが追いかけていきます。残り時間はあと20秒です。西武のパワープレー、アタッキングゾーンに入っていきますが、さあつないで石岡シュート、ドプソンがセーブ。もう一発打ちたいところ、クレインズもよく守っています。まだアタッキングゾーン、もう時間があまりない。大久保のシュート、ドプソンがセーブ。そして抑えようか、クレインズが取り返して、ここで石黒勇のペナルティが解けました。リンク上は5人対5人、そしてアイシングです。澤崎さん、はい、西武のパワープレーなんですが、ね、今日何回かありますがらしくないんですよね。らしくないですね。球離れが悪いって言いますかね、そういった部分で本当はゴール前の人にパスを渡せばいいときにちょっとタイミングが遅い部分があってパスがつながらないといった形がありますよね。いい時の西武のパワープレーというともう本当に分厚い攻撃というか、粘っこいゴール前のねプレーがあるんですけれども、そういうのがちょっと見られなくなっています。さあチャンスになるクレインズ、逆サイド竹内、滑り込んでいったが打てません。少しタイミング合いませんでした。竹内は現在アシストランキング2位につけています。竹内から三谷、さあ三谷が滑り込んでいく、打てません。さあチャンスになる竹内、角度のないところから打ったシュートはゴールの右上、ゴール空いてましたが決まりませんでした。ちょっと角度なかったですか。いえ、竹内ぐらいだと決めれますよね。そうですか、反則ありましたね。ペナルティーがありました。第2ピリオドの終盤を迎えています。17分40秒、今クレインズのベンツのところに、大丈夫でしょうかね、セーブにペナルティーですよね。そうですね、今のはね、はい、ちょっとハイステップかなんかだと思うんですがね。前の試合に続いてこの試合もペナルティーが多くなっています。
マイナーペナルティ2分間の退場というのが表示板に記録されています。蒲山なんですよね。そうですね、今ペナルティーボックスに入りました。沢崎さん、はい、第2ピリオド17分40秒でのパワープレー、はいはい、前の試合もそうでしたけれども、この終盤の時間帯のパワープレーって結構多いですよね。そうなんですよね、あの次の ピリオドに移る前にやはりこのペナルティーですか、本当にこう重要なんで、まあ、クレーンズにしてみればこのチャンスを1点入れたいと、逆にこれを1点入れられることによってセーブはだけど完璧にちょっとあの気持ち的にも落ちちゃう部分あると思うんですよね、はい、そのあたりセーブは何としても抑えなければなりません、現在1点ビハインドのセーブがショートハンド4人で守ります、そしてクレインズは5人でパワープレーのチャンス、蒲山はラフィングのペナルティーです。さあクレインズのパワープレーチャンス、腰越竹内山野というラインが出ています。ディフェンスは22番の小林と2番の岸部、この5人です。先ほどパワープレーゴールを1点決めました日本製紙クレインズ、現在2対1と1点のリード、第2ピリオドの終盤にもパワープレーのチャンスが巡ってきています。戻しました西武、西武鉄道の相澤監督、昨日の試合では4失点がパワープレーゴールなんで、なんとかパワープレーでもしのぎたいと話していました。そのあたりが今日の試合の鍵になると話していました。西武がよく守っています。日本製紙クレインズは伊藤健吾、ディフェンディングゾーンから攻め上がっていきます。左に振って腰越え、腰越えがゴールの後ろを使っていきます。時間を稼ぎます西武鉄道、ボードを使って大きく戻しました。第2ピリオド終了まであと1分を切りました。そしてパワープレー残り時間は40秒、さあクレインズは追加点を挙げることができるんでしょうか。シュートは空振り、伊藤雅俊のシュート、タイミングが合いませんでした。残り時間は20秒です。現在1点リードの日本製紙クレインズ、ニュートラルゾーンからもう一度攻め上がりたいところ、西武はここは執念でクリアします。そして蒲山のペナルティーが解けました。リンク上は5人対5人です。そして第2ピリオド終了まであと15秒を切っています。クリス・ブライトアタッキングゾーンに入って一発シュートを打って、ここでブザーです。第2ピリオドが終了しました。0対0で突入しました第2ピリオドでしたが、試合が動きました。まずは日本製紙クレインズが石黒史郎のゴールで先制、しかし西武もキャプテン小林のゴールで同点に追いつきました。そしてその後日本製紙クレインズはダーシュミタニのパワープレーゴールで1点をリードしています。第2ピリオドが終わって2対1日本製紙クレインズ1点のリードです。左から右に攻めるのが日本製紙クレインズ、そして右から左に攻めるのが西武鉄道です。クレインズは2つ目のセット、そして西武は1つ目のセットがリンク上に出ています。若干ライン変えてきましたね。ブライトに14番の小野と18番の石岡を組ませています。ラインを変えています。石岡がゴールの後ろをキープしています。そしてブライト、ゴール前には選手いませんでした。アウトオブバーンズです。背番号24番は前の試合ゴールを決めています飯塚博夫です。
6年目の24歳。先ほどゴールかなと思うシーンもあったんですけども、そうですね、ノーゴールになりましたんでね、残念ながらノーゴールという結果に終わりましたけれども、リンク上はフェイスオフが三谷と藤田、シュート打っていきました。山崎選手に当たっています。その山崎がキープして逆サイド、小林につないでアタッキングゾーンに入っていきます。西武です。今シーズンはこのカード7試合が行われました。西武の3勝、西武の4勝3敗、西武の4勝3敗という結果になっています。今日は今シーズンのレギュラーリーグ最後の直接対決です。まあ、沢崎さん、今日日本製紙クレインズが60分以内または延長戦で勝てば勝ち点で並びますよね。そうですね。ただ今日勝っても日本製紙クレインズは西武に勝ち試合数が一つ及ばないために首位には立てないんですが、ただリーグ1位でレギュラーリーグ OL に向けて大きく前進すると思われます。西武がディフェンディングゾーン、パックを追いかけます。今日1ゴールを挙げている石黒、アタッキングゾーンに放り込んで、クレインズは石黒、佐藤正志、佐藤正和というラインが入っています。お兄さんの佐藤正和キープして、そして弟の正志、フェンス際、石黒からゴール前バックハンドで打つ、こぼれ球、押し込みましたが、これはノーゴールという、ゴール前で佐藤正和が粘りを見せました。今の攻撃どうでしょうか。コーナーからですね、はい、サイクリングっていうんですが、立ち上がろうとしたときにちょっとゴール前にフリーになった隙をついたプレーでしたよね。惜しかったですよね。96番は7年目の25歳佐藤正和、12月8日の日光アイスバックス戦で今シーズンハットトリックを達成しています。小林がゴール前出していきました。日本製紙クレインズがアタッキングゾーンクリアします。西武小野に出て逆サイド、ブライトが滑り込んでいって、ブライト合わせられません。もう一度小野に戻します。小野、ブライト、石岡というラインが出ています。合わせていきます。ゴール前、沢崎さん、1回2回とブライトがゴール前でチャンスを作ろうかという場面がありましたけど、ちょっとライン変えてからですね、はい、ブライトの動きがちょっといいになりましたよね。さあ、そのブライトかわしてパックこぼれている、抑えた、ドプソンが抑えています。ブライトと石岡ゴール前に入ってチャンスを作っていきました。ドプソンが落ち着いて抑えています。日本製紙クレインズの守護神はこのロブ・ドプソン、今日が33試合の先発マスク。今シーズンは12月23日の西武戦のみ疲労による腰痛で平岩に先発を譲りましたが、それ以外は全て先発でマスクをかぶっています。カバヤマ打ちました。ドプソンの見つめる斜め前からのフェイスオフになります。三谷、そして藤田のフェイスオフです。シュート打っていきます。カバヤマが打ちました。ゴールの右です。ディフェンディングゾーンから西武がパスをつないでいきます。クレインズに出た竹内、西武が取り返します。三谷、今日1ゴールを決めている三谷、アタッキングゾーンに打ち込んでセットチェンジが行われます。この第3ピリオドの立ち上がりなんですが、両チームご覧になってどうですか。そうですね、先ほども言いましたが、ブライトが、ラインチェンジしてからですね、ちょっとあそこがちょっと光ってる部分ありますね。小野、ブライト、石岡というラインですよね。そうですね、はい、で一方佐藤兄弟のところですか、はい、あそこもチャンスありましたね、はい、そして西武の方はリンク上がヤブの、そしてコンが出てますね。ヤブのコン、上野というライン、
矢部の今上野というラインを組ませています。クレインズ佐藤正史からお兄さんの正和にはつながりませんでした。菊池がクリアします。クレインズがアタッキングゾーンです。石黒シュート、強烈なシュートは菊池がキャッチしています。今日先制点を決めています27番の石黒史郎が積極的に行きました。今シーズンは2月17日の国土戦でリーグ通算200試合出場を達成しています。9年目の26歳石黒史郎です。日本製紙クレインズはここ3年間連続でプレーオフ出場を果たしていますが、昨シーズンはセミファイナルで国土に3連敗4位に終わりました。まあ、今シーズンは何としても優勝だと、釧路からプレーオフをしたいということを合言葉にチーム一丸となって戦っています。現在2位につけている日本製紙クレインズ。一方の西武鉄道は2シーズン前にリーグ優勝を飾りましたが、昨シーズンは5位に終わりました。プレーオフにも進めなかった屈辱を今シーズンは晴らしたいと、相澤新監督のもとチームは現在首位を走っています。まあ、澤崎さん、西武の方は今シーズン、まあ、新監督のもとでやってきましてですね、あのプレシーズンマッチから非常に好調なんですよね。そうですね、そうですね、まさにあのプレシーズンから、勝つということに関しては非常にうまくいってますよね。 STB カップに優勝してチーム状態は最高で日本リーグに突入しました西武鉄道です。そして今シーズンは12月6日から12月26日までなんと10連勝というのがありました。さあ石黒ゴール前シュート、菊池が抑えています。お腹のあたりでがっちりとパックを受け止めていました。今日先制ゴールを決めています27番の石黒史郎が行きましたが、得点にはなりませんでした。今日頑張ってますこの石黒ですけれども、あの体はそれほどこの線が細いというか、線が細いっていうかちょっと細いですよね。ただあのそれを補って余りあるプレーを見せますよね。あの顔とか体に似合わないプレーが表情の上で出ますんで、そこら辺があの非常にいいと思いますよ。はい、クレインズがアタッキングゾーンです。この第3ピリオドに入って両チームまだ得点はありません。ルーキーの大沢のシュート、ディフェンスはルーキーの大沢そして伊藤健吾というペアです。どうしても日本製紙クレインズというと伊藤正俊の新人の方が脚光を浴びてしまうんですけども、大沢の方も頑張ってますよね。そうですね、あのディフェンスっていうのは本来その目立つようなところじゃないんですけども、はい、あの守備の部分では非常に大きな貢献していると思います。東洋大学ではキャプテンとしてチームを引っ張っていました大沢秀幸です。ここまで2対1日本製紙クレインズのリード1点は変わりません。クレインズは石黒史郎の先制ゴール、そして三谷のパワープレーゴールがありました。一方の西武はキャプテン小林のゴール1ゴールです。今日澤崎監督が試合前にロースコアになるんじゃないかなっておっしゃってたと先ほどおっしゃってましたけれども、もう少し動きそうな感じはしますよね。そうですね、まあ、いずれにしても勝負する時が来ると思うんでね、はい、そういった部分でメンバーオーバーですね、まあ、メンバーオーバーですね。昨日の試合は両チームにメンバーオーバーというのがあったんですが、はいはい、今日の試合西武にメンバーオーバーです。ベンチファイナーペナルティ2分間の退場が取られます西武鉄道。メンバーオーバーってでもそんなにあるペナルティじゃないですよね。じゃないんですけど、今ちょっと西武の方もご不幸でしたよね。1点を追いかける西武、1点ビハインドの西武がメンバーオーバーのベンチマイナーペナルティを取られました。19番の上野がペナルティボックスに入ります。リンク上は5人対4人、日本製紙クレインズのパワープレーチャンスです。石黒、三谷、伊藤正俊、ディフェンスは伊藤健吾とディック、この5人です。7番のディック、
ディフェンディングゾーンから上がっていきます。前の試合は4ポイントの活躍を見せたディックです。ディックはあと1アシストでリーグ通算150アシスト達成です。さあそのメモリアルアシストこの試合で決めることができるんでしょうか。こちらは伊藤健吾、現在4試合連続のゴールを決めています。長いパス三谷、アタッキングゾーンに入ります。クレインズ、クレインズはこのアタッキングゾーンで早くセットしたいところです。三谷、そして伊藤健吾、ゴール前には伊藤正俊がいます。菊池が抑えています。よく掴んでいます菊池。最後は体勢を倒して後ろに倒れながらパックは取っています。4年目の26歳の菊池です。今シーズンは本当に怪我で戦列を離れているダスティの存在を忘れさせるようなプレーを見せています。個人的にはダスティよりも体が大きい分ポジションにしっかり入るように心がけているということを話していました。なるほどね、はい。まあ、そして釧路出身の選手なんで、なんか自分では結構プレッシャーがあるそうなんですね。なるほどね。地元ということもあって、そうですよね。今日の試合はちょっとプレッシャーかかりますねっていう話をしていました。さあチャンスを作るかクレインズ。ゴール前腰越えがいました。山野、逆サイドには竹内。時間の方があと30秒。ゴール前には腰越えがいます。竹内が打ったシュート、選手に当たって逆サイドに流れていきました。残り20秒です。現在1点リードの日本製紙クレインズ、このパワープレーのチャンス畳みかけることができるんでしょうか。時間の方がもうあまりありません。腰越え、もう一度山野、山野がキープして自分でタイミング合いませんでした。もう一発打った。腰越え、菊池がキャッチしています。ここでペナルティが解けてリンク上は5人対5人、そしてゴール前選手がもみ合いになっていますが、ちょっと熱くなっています。チャンスを狙っていきましたが、ゴールキーパーの菊池がこの辺りは安定していました。まあ、このゴールキーパーの菊池なんですけれども、これだけ今シーズン活躍しているのに自分ではいまいちだと言うんですよね。その納得できるプレーができないことが多いんですと。なるほど。で、まあ、大量点で勝ってるので、自分の失点が多くても勝ってる時があるので、はいはいはい、それがやっぱり納得できないんです。なるほどね。もっとロースコアにしたいってことでしょうね。はい、ロースコアでということをいつも言ってるそうなんですね。かなり自信がついてるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのは全くないと試合前には話していました。まあ、謙虚なプレイヤーというか志が高いんでしょう ね。その自分の求めているものというのが非常に高いものを求めているので、そういう言葉が出るんだと思うんですが、竹内、そして三谷打っていきます。そのリバウンド伊藤正俊キープしてゴールの後ろ、ゴール前には三谷がいます。このリバウンドはクリアします。そしてブライト、オフサイドです。小野の方がブライトよりも先にブルーライン越えていました。ブライトは前の試合2ゴールを挙げています。そしてこちらは14番の小野豊、今シーズンはペナルティーショットを決めたり、そして2月21日の王子戦では決勝ゴールを決めたり、勝負どころに強いところを見せています。第3ピリオドに入って両チーム得点はありません。2対1、クレインズの1点リード変わりません。先ほど西武には今シーズン10連勝があったというふうにお伝えしましたが、日本製紙クレインズは現在4連勝中なんですが、この4連勝というのは3回目の4連勝です。そして5連勝というのも1回ありました。日本製紙クレインズです。首位の西武、そして2位の日本製紙クレインズ、勝ち点差はわずかに2点です。このままクレインズが勝ちますと首位の西武と勝ち点差で並ぶことになります。非常に大きな価値のある試合になっています。樺山、
そして藤田、ゴールの後ろからパスを出しましたがつながりません。クレインズの山野、アタッキングゾーンに入って打ちました、ゴールの左。その後後ろから行きました腰越え。佐藤正史から佐藤正和へ、その佐藤正和のシュート、菊池の真正面です。お腹のあたりで受け止めています。菊池打ったのはこの佐藤正和、この兄弟のコンビネーションというのはいいですよね。いいですよね。今日の試合でも随所にチャンスを作っています。佐藤兄弟、お兄さんが96番、弟が14番です。タイプは全く違うんですけれども、ね、違いますね。それぞれの持ち味を出してるからいいんですよね、はい。まあ、弟の方はスピードなんでしょうけど、ね、お兄さんは体ありますし、はい。アイシングです。残り試合はレギュラーリーグ各チーム今日入れて7試合となっています。周囲を走る西武、追いかける日本製紙クレインズ、両チームのここまでの総得点総失点を見ましても、西武が130得点、92失点、クレインズの方が129得点、86失点ということなので、本当にこれ今日もう得点すでにクレインズが西武抜いてるんですよね。総得点の方はやはり好調な秘訣でしょうね。そういった部分は、まあ、沢崎監督は今シーズンはもちろんその気持ちの部分も大きいけれども、チームの選手一人一人の能力がすごく伸びたと、成長したんだというふうに話していました。クレインズと言いますと4年前はリーグ最下位のブライトチャンス、ドプソンが転んで抑えたバックハンド小堀、よく抑えています。クレインズよく守っています。選手がクレインズ今セーブチャンスでしたけれども ね、 チャンスでしたね。ブライトが打ってその後小堀がバックハンドで狙っていきましたが、クレインズの選手もよく守っていました。反則が取られています。今のプレーですね、代価はフッキングのペナルティーです。伊藤雅人に心配して引っ掛けてしまいました。第3ピリオド14分44秒、相澤監督もちょっと表情が硬くなっています。代価はがフッキングのペナルティーです。現在点差はわずかに1点、日本製紙クレインズのリード。澤崎さん、クレインズの澤崎監督としては1点リードというのはまだまだ不安でしょうから。そうですね、もうほとんど0-0と等しいですからね。このパワープレー生かしたいですよね。そうですね、このパワープレーでなんとか点数取りたいでしょうね。ディックシュート、ゴールの左です。ルーキーの伊藤正俊、石黒、そして三谷というラインです。ディフェンスはディックと伊藤健吾、伊藤健吾が打ちました。リバウンドは抑えています。ゴールランキングトップに立っているこのダーシュ三谷、5年目を迎えています。28歳です。33回リーグで得点王に輝きました。そして33回リーグ34回リーグと2年連続のリーグベスト6にも選ばれています。18番はルーキーの伊藤、シュート、伊藤健吾のシュート、激しく当たっています。ディック、さあアタッキングゾーンで展開しています日本製紙クレインズ。蒲山が取り返しました。西武の蒲山、1点ビハインドの西武は粘っています。もうこれ以上失点するわけにはいきません。日本製紙クレインズのパワープレー、残り時間は55秒です。パックはニュートラルゾーンです。時間を稼ぎます。西武ディフェンディングゾーンまで戻しました。キャプテンの小林です。今シーズンからキャプテンマーク、チームを引っ張っています。
残り時間はあと25秒です。日本製紙クレインズ、さあ、あ、ここでまた反則がありました。クリス・ブライトに対して今の岸辺ですね、ハイスティックのペナルティーです。あとパワープレーが残り20秒というところでクレインズにペナルティーがありました。岸辺のクリス・ブライトに対するハイスティックです。沢崎さん、あと20秒しますと今度は逆にこの第3ピリオドの終盤に西武のパワープレーチャンスになりますね。そうですね、これは一つの今日の大きな山場になるでしょうね。リンク上は4人対4人、このあと西武のパワープレーが注目したいところです。1点ビハインドの西武がほぼ1分半でしょうかパワープレーチャンスを迎えることになります。第3ピリオド終盤を迎えています。1点追いかける西武がそのパワープレーを得点に結びつけることができるんでしょうか。クリス・ブライト、ゴール裏、クレインズが取り返しています。山野がアタッキングゾーンに入れてここでセットチェンジが行われます。さあ、まもなくダイカーのペナルティーが解けます。ここから西武のパワープレーチャンスです。リンク上は5人対4人、西武の選手が5人アタッキングゾーンに入りました。1点ビハインドの西武、このパワープレーチャンス生かすことができるんでしょうか。さあ、小堀、ゴール前にはブライト、ドプソンが抑えている。そしてブライトはゴールを揺らしてしまいました。ゴールが倒れています。前の試合にゴールを決めていますこのクリス・ブライト。沢崎さん、このパワープレーで西武がもし得点を入れますと流れがぐっと西武に傾きますよね。そうでしょうね。1点追いかけています西武、現在首位に立っている西武鉄道です。相澤監督盛んに指示を送っています。何としても2連敗は許されません首位の西武。この日本製紙クレインズ対西武鉄道、昨日今日と2連戦を迎えています。初戦はクレインズが6対2で西武を下しました。第2戦今日の試合は現在2対1、クレインズが1点のリード。追いかける西武のパワープレーです。あと1分20秒あります。アタッキングゾーンで展開するドプソンが抑えています。西武は40番の藤田、47番の樺山、そして22番のキャプテン小林、大川とクリス・ブライト、この5人です。フォワードを4人入れています。フォワードを4人入れて1点取ろうという、同点に追いつこうという西武のスペシャルセット。このパワープレー、さあ注目しましょう。カットします、三谷がカットしました。ここでペナルティーですね。今のブライトに対して三谷のペナルティーですね。スラッシングです。いやいや、これで三谷がペナルティーボックスに入りますので、沢崎さん、5人対3人。そうですね、5人対3人がほぼ1分あるということですよね。しかも今三谷ですよね。そうなんですね、上がったのが。ここは西武、相澤監督何としても1点取らなければなりません。5人対3人圧倒的なチャンスになりました西武。昨日の試合では5人対3人というチャンスをクレインズはきっちりと、ね、得点に結びつけました。そうですね。さあ、今日はこの西武が5人対3人終盤のチャンスを生かすことができるんでしょうか。ほぼ1分間5人対3人というプレーがあります。アタッキングゾーンです。樺山からブライト、シュート、大川が打ちました。ゴール前には小堀、藤田、2人の選手が入っています。1点を追いかける西武、首位の西武、意地を見せるか。シュート、これもゴールの上。クレインズは3人で守っています。日本選手クレインズ現在1点リード、しかし現在3人で守っている、苦しい戦いが強いられています。第3ピリオド終了まで2分を切っています。リバウンド、押し込む、ゴールネット、サイドネットに入る。ブライトのゴールはサイドネット。5人対3人はあと10秒です。ブライト打っていきました、ゴール、同点のゴールが決まりました。終盤第3ピリオド18分20秒、
西武が同点に追いつきました。今のはブライトのゴールでいいんでしょうかね。そうですね、ちょっと角度見えにくかったんですけれども、鋭いシュートがゴールネット突き刺さりました。終盤に西武鉄道意地を見せて同点に追いついています。5人対3人というパワープレーチャンス、きっちりと決めてきましたクリス・ブライト。ゴールはブライトです。アシストは蒲山と大川、ダブルアシストがついています。勢いはどうでしょうね、西武の方に。そうですね、今のところちょっとこの入れた部分は有利ですよね。第3ピリオド終了まであと1分40秒、そしてパワープレーが1分8秒あるんですよね、はい、そうですね。クレインズは正念場、なんとか守りきりたいところ。西武はパワープレー、クリス・ブライトを入れています。フォワードを4人入れて逆転を狙っていきます西武鉄道。今日1ゴールの小林、パワープレー残り1分あります。クレインズに出ました。竹内が自分でバックハンド、菊池が抑えています。残り時間はあと45秒です。西武のパワープレーチャンス、大川形を作ります。西武シュート、ブライト、ドプソンがセーブしています。戻しました日本製紙クレインズ、なんとか守ります。またアタッキングゾーンです。残り時間がだんだん少なくなってきます。第3ピリオド終了まで1分を切っています。そしてパワープレー残り20秒、ゴール裏、小野から小堀、もう一度小野が打ちました。これは逆サイド流れていきます。パワープレーも時間があまりありません。アタッキングゾーンです。ヤブノからつないで、ここで三谷のペナルティが解けました。リンク上は5人対5人、ゴール前、小野が合わせていきます。西武にとっては大きなチャンスがありました。リンク上は5人対5人、そして第3ピリオド終了まであと15秒です。現在2対2の同点、首位の西武対2位の日本製紙クレインズの8回戦。このまま延長戦に行きそうですけれどもね、澤崎さん。そうですね、もう時間がほとんどありません。ここでブザーです。第3ピリオドが終了、そして2対2の同点ですので、ここから延長戦に突入することになります。日本製紙クレインズ対西武鉄道の8回戦、首位の西武対2位の日本製紙クレインズの最後の直接対決は延長戦にもつれ込む熱戦となっています。さあクレインズがアタッキングゾーン、シュート打っていきます。リバウンド、スタンド、日本製紙クレインズが勝ちました。わずか18秒、延長戦に入ってわずか18秒で決めました。素晴らしいゴール、最後は三谷ですね。そうですね、素晴らしいですね。今日2ゴールの活躍の三谷、現在ゴールランキングトップの三谷がこの試合でも見せました。延長戦に入ってわずか18秒、首位の西武を下しました。日本製紙クレインズ対西武鉄道、この2連戦は日本製紙クレインズが見事な2連勝を飾っています。澤崎さん、はい、見事でした。そうですね、ニュートラルゾーンでダンプするのかなと思ったらつなぎましたよね、伊藤正俊に。あれがやはりガッタですよね。そして竹内の石アシストがありましたんで、竹内と伊藤正俊がアシストですね。またこれでアシスト記録も伸びています。ただあっという間の、そうですね、ゴールでしたけども、ちょっと興奮してるんですけども、振り返ってこの2連戦ですね、そうですね、首位の西武相手にクレインズ、見事な戦いぶりでした。そうですね、1位2位問わずですね、内容はいい試合を見せてもらったんで、非常にファンも喜んでると思いますし、ただ昨日のペナルティ、今日のペナルティがね気になりますけども、5対5のプレーでは非常にみんなよくやってんで、いい試合を見れたと思います。一方の西武の方なんですが、まあ、連敗ということで、
この後は木曜日に苫小牧で王子選手と対戦するんですが、はいですね、西武の方に関して一言お願いします。はい、西武の方もですね徐々に徐々に何て言うんですか、まあ、プレーオフですか、はい、そういった部分の方の調整をもうそろそろしてってると思うんで、そこら辺もまず怪我とかしないでね、各チームのそれぞれプレーオフ出るところの分析をしながら、悪いところを今度見つけてね、修正していってもらいたいと思います。釧路の単調アリーナからお伝えしてまいりました日本製紙クレインズ対西武鉄道の8回戦は延長の末、日本製紙クレインズがダーシミタニの延長 V ゴールで勝ちました。3対2で勝っています。日本製紙クレインズはこれで今シーズン2度目の5連勝首位の西武に対して2連勝を飾っています。この放送解説には釧路アイスホッケー連盟指導者養成委員長の澤崎真嗣さんを迎えしてお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。5連勝そして首位の西武に2連勝 Well, they've been hard games and basically could have went either way, but you know, it shows a lot of depth in our team to come back and you know, we're happy with the five wins. ご自身もパワープレーゴールと延長 V ゴール、ちょっと鳥肌が立ちそうな最後決勝点でしたけれども。And your personal contribution, that power play goal and the overtime goal, you gave me personally goosebumps. Well, we had a lot of chances, that's for sure. You know, I had my fair share as well, so I was happy to get the two, that's for sure. 終盤に同点に追いつかれて、しかもあの5人対3人というショートハンド、あのあたり結構厳しかったと思うんですけど。That was a pretty tough ending of the game, right? So when they scored the goal and it was a 5-on-3 penalty kill. Well, it was definitely my fault on the 5-on-3 and you know, I take full credit for that. It was a kind of a dumb play on my part, but to come back and win was you know, it was only fitting that I deserved the penalty, but I kind of made it even, I guess. 今日はあの今シーズン最多の1500人の方が試合を見てたということなんですが、最後もねすごい歓声がゴールの時に、It's, you know, it's, it gives the players goosebumps when they hear the fans getting into it, and you know, it was a fun night, you know, all around. It was a great game, and you know, only fitting that the way it finished. So it was a great turnout by everybody. 最後にじゃあテレビをご覧の皆さんにメッセージを。And a little message for the TV spectators. I don't know, I've been kind of telling everybody different messages, but I guess we're going to enjoy this day off tomorrow and get ready for Thursday. You know, we got a big game coming up and, you know, every game is playoffs, so we just got to do our best and, you know, come out hard next game.